お湖が見えてきました。30分って言ってたけどね、そんなにかかってないよ。今ね10分も歩いてないぐらいで湖畔が見えてきました。針がついてる。はいはい。針がついてて。すみません。グルテン攻撃。ジャパニーズスペシャルベイトの旅行。この湖のやつにはどれぐらいの硬さが別なのか。わかんないし、どんぐらいかわかんない。持たした方がいいよね。ああ、ヘタ持ちはいい方がいいね。さあ、ハワイにグルテンの、まあ、ジャガイモのいい香りが漂ってまいりました。マッシュポテト。横のおじさんが気合でパン巻いてティーザーをいっぱいパンを巻いてくれたから一瞬活性が上がってるような気がする。あの白いのパン。刺激必殺で芋食わせねえと。クソ、沖の、あ、クソ沖のパンにレッドデビルが後半出してクソ、風で余勢が潮に乗って流れていて、パン重要だったかもしれない。たまに至近距離にもレッドデビル来んの。うわ、いや、ミケル。タバーリでも。お、ここいっぱいいんな。亀山のギルぐらいする。あ、でも今鼻先まで見に来たな。針が見えちゃうのかな。おお、食った、入った。静かに待ってりゃそのうち吸うんだな。よっしゃ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 レッドデビル。よっしゃ、今ねスーッて行ったなと思って動かないってやってたなって。はーい、レッドデビル。
釣れましたよ。こんな綺麗な魚借りたね。この延べ竿のタックルで釣ることができました。いやー綺麗でしょう、ね、ちびっことかにも安全に、ね、釣りできると思うんで、ね、こんな感じで面白い魚でしょう。ここにコブがね、柔らかいコブがあります。シクリッド系の魚だけどね、こんなのが遊んでくれます。じゃあ逃がします。はい、ありがとう。コーラル山脈が見えて最高の釣り場ですよ。先生のグルテンで食いましたよ。どうですか？なかなかなんですよ。本気のハリスとハリー釣ればさ、なんかこの針とか糸見てさ食うのやめてっから、針がまあまあやばい。あ、これをちゃんと隠れるやつにすればもっと食いそうだな。円錐型に小さめに丸めてやつらの回遊ルートに置いたら釣った。ずっと我慢しかない。スーさんのも食ってたからね、こんぐらいの感じにして。かなり小さいね。えやったぜ。おお、レッドデビル。餌は何ですか？グルテン1です。グルテン聞いて。はい、レッドデビルリリース。リリースです。リリース。仲間たちの方元に。さあ、このカシの竹竿、なかなか趣のある遊びですよ。テラピアもいるんだけど、レッドデビルの群れを見つけたらチャンス。ああ、そうだな。あそこの、あそこにいっぱいいる。ちょっとデカめなやつ。ちょっと餌を餌で。警戒心を。と言って、ここに入れる。OK、楽しめました。いやー、結構ね、熱くなりますよ。釣りが終わったらくるくるくるっと縛ってあげて、お、これね、このテープのところに針をしっかりと隠して返して終わり。元気ですか？